しかなさそうなこの配色。ペルつきました。フィレンツェに到着しました。もっと我が家イタリアの旅行ばかりで申し訳ないんですけど、もうちょっとフランスの田舎町とか多分面白いと思うんですが、ちょっとね今フランスの手続きのあれやこれやで免許がちょっと止まってる状態なので、今回またイタリアに来てます。で今からイタリア通の親戚に教えてもらったとっても美味しそうなレストランに行ってきます。歩いてんじゃない？めっちゃ腹減ったな、ね、めっちゃお腹すいた。個人的にすごいお腹がすいた。個人的じゃないけど。何個人的に？個人的に来ちゃうよ。逃げろー。ラン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 。すでに美味しそう。結構お客さんいるよ、7時なの。本当だ。美味しそう。Salty pecorino, okay? Then I have a tomato here. Oh, it's so good. Pizza, pizza, じゃないでしょこれは。ピザではない。もうこれさ、乾杯。乾杯するでしょ。ああ、美味しい。これ食べていい。ああ、お腹空いた個人的に。ママ。食べました。ちょっと待ってたら。大忙し、大忙し。はい、どうぞ。これ食べるでしょ。こっちよ。だ？これやだ？こっちにしようか。こっち美味しいぞ、いっぱい入れたね。甘鶏チャーナで、こっちはラザニアに、チーズのソースなんですよ。ラザニアじゃないです。ラビオリ。ニョッキです。ラビオリ。ラビオリです。ニョッキでもないです。ゴートチーズだっけ。ちょっとこれ癖があるんですね。これじゃない？これ？いいよ。忙しい、すごい忙しい。めっちゃ忙しいね。でもまあちょっと待たせちゃったからね。待たせちゃったからちょっと。好きなように食べなさい。食べて食べて。必須になる私は。美味しい。よかったね。美味しかった。よかった。あ、めっちゃ美味しいじゃん。何のチーズだった？わかんない。おはようございます。今日は今からまずドゥオモに行ってきたいと思います。なんかパリはもう朝息が白くなるぐらい寒いので、秋がもう一瞬で通り過ぎちゃったんですけど、フィレンツェにはまだ秋がある感じで、すごい過ごしやすい気候です。よし、来た。おはようは。はよう。ティッシュ、ティッシュ。いました。大きいね。どうも行ったら午前中終わっちゃったんですけど、終わっちゃったね、うん、結構並んだっていうか、うん、オープンするのが遅くてね、11時ぐらいに朝行くよね、イタリアは、ね、サンタマリアのベルド薬局行って、うん、広場だ。うん、うん。広場行こう。行こう。Quante volte le porto io? Finisco di non dirle gliele porto subito. Pizza, pizza! Pizza! E buon appetito! Ah, いい香りする、すごい。ねえ、トリュフのいい香りする。どっちがいい？はい、食レポお願いします。食レポね。おいしい。もっと、もっともっと。トリュフの香りがすごいし、ハムが
美味しい。美味しい、来ました。こっちはマルゲリータだね。食レポ上手。これから、ミケランジェロ広場に行って聞こようと思います。ちょっと今バギーを取りに来たので、バギーで娘は寝てくれるかな、くれるかなということを目論んで行ってきます。娘が寝たので、私の好きなお店のサンタマリアのベーラを見に行きます。もうすぐ3歳になるんですけども、旅行が楽になりすぎて、必要なものも少ないし、すごく楽に楽しんでます。These are the different packaging for pottery. In silk bags, yes. Small with the stem or bigger. The classic refill to put in a bowl, or in the reproduction of the ancient chair. Do you have other items for this one? Yes. Pomegranate. I used to have this one. Very fresh, if you like. Clean scent. Yes. I remember this fragrance. The package is different, right? It's different, and also the formula actually. Roses and gardenia. Okay. Almond flowers as well. Okay. I love this. How much is the small ones? The small size is 75 euros. Okay.寝てる間に食べる。美味しいでしょ。カスタードみたいな。フレッシュクリームウィズバニラ。完全にカスタード。日本語で元祖ジェラートって書いてある。歩いてきたらすごい坂です。ベビーカーあるからやばいね。こんなとこに柱まであるけど。避けれる最後にこれです。スロープもない。¿A quién le apetece? La pregunta. A nadie, yo creo que a nadie. 登った甲斐あったね。あった、めっちゃ綺麗だね、やっぱ。すごい来た甲斐ある。ベビーカー背負って登ってる人たちはほとんどいなかったね。いなかったよね。なんでみんなバスで来てるのかな、歩けると思ったよね。新婚旅行の時もバス乗ったもんね。そうだね。黒キャベツとソーセージ。いいよ、だよね。ブラータの野菜で、お芋、初めて、おいしいね。このソーセージもすっごいおいしくない？ね、初めて聞いた。ソーセージ見せてよ。ここにタリアータです、今日は。これおいしい。The best ever 来た。めっちゃうまそうだね。これはお父さんとお母さんに食べさせたいよ。
聞いて。これはカリテーラでアラビアータよりももっとニンニクが効いてて見えるもんね、ニンニクがね。トレテトレテリーニだろうね。中にバジルととリコッタととトレビスみたいな、トレビスみたいなお野菜が入ってる。美味しそう。結構すごい辛い。ほんと、うん、辛かった。クリームキャラメルとティラミスとエスプレッソ。どっちだったの？こっち？あ、オッケーオッケー。時間忙しい。はい、はい、どうぞ。たものはこんな感じです。これはなんか下着とか子供の服とかの引き出しに入れとくとすごいいい香りになるポプリと、あとこれは香水です。昔ボディミルクを使っててすごいいい香りで、香水も探してたんですけどずっと作ってなくって、今回新しく作ったそうで迷わずすぐ買いました。あとこれはイタリアのホワイトニングの歯磨き粉で、私あんまりフランスの歯磨き粉でいいのに出会ってなくて、これがとても好きなのでちょっとこっちの方が安いのでたくさん買いました。めっちゃ気持ちいいね、ここね。普通にしてたらこんな街並み歩かなかったから。絶対来れないね。はぁ、着きました。すごいいろいろ予定は狂っちゃったけど、なんか普段のフィレンツェ旅行では見れない街並みが見れて結構楽しんじゃってすごいいろんな人々の暮らしが見えて面白かったです。見てください、この広大な敷地。バーバリーとかロロピアンナとか、奥の方にプラダもあって、もう子供もすごい歩き回れます。セリーヌとかもある。イエーイよかったね、やっと着いたって。なんと2時間に1本のバスが1時間遅れても来ません。なんでだろうね、おかしいね。あと10分ってずっと言われるんですが、1時間経過しました。寒い。お疲れ様でした。なんとかフィレンツェに帰ってきまして、もうね本当に寒かったしお腹も空いてたけど、みんな本当によく、パパもママもよく頑張りました。みんなもう絶対完全に美味しくてサービスもいいところに来たかったので、昨日と全く同じお店に来ています。もう絶対ここフィレンツェ来たら必ず来る、うん、そしてザンモールは絶対に行かないベシャメルがさ、めっちゃ美味しいんだね、うん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 、バターしっかりで、うん、